は多分自家で自分でやってるんですよ。残しておくと、残しておくと。こちらも私は可愛くて。勉強しないと。死にそばですみたいな。太さはこれサンプルが悪かったね、はい、この太さだったら太さが悪かね、今日は、埼玉県にあるトージェンさん、うん、トージェンフェスに行ってまいりました、はい、9月の16、17、18、うん、3日間やってます。それの中日ですね、今日行ってきました。
で、ちょっと購入してきた枝をご紹介ということで、はい、まだこういった枝、はいはい、多分これはアケビかなとは思うけど、こちらもちょっと可愛い。はい。つる梅もどき。つる梅もどき。はい。こちらもきみこさんの枝を購入させていただきました。続いてこちら、ロヤガキ。ロヤガキ。うん、こちらもきみこさんの枝を。購入させていただきました、はい、あと盆栽中の、はい、カンタさんが、はい、値上げの黒松をちょっとやっていたので、私もちょっとチャレンジしてみようかなということで、こちらの方購入、黒松の値上げをね、とりあえず2つちょっと購入してみました。いじりがいがあるかな、うん、こういう、はいはい、こっちね、ちょっとこちら、こちら 1,2,3,4,5,6点、はい、6点購入させていただきました、はい、でまた明日も、東寺園盆栽フェスラスト1日ありますので、皆さんよかったら、行かれてみてはいかがでしょうか。以上です。